バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるわ。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間を発信しています、シンガーソングライターママのひよこです。今夜のバニラスカイも最後までイチャイチャハピハピをお届けしたいなとお付き合いいただけたらなと思います、滑舌がいいのか悪いのか分からなくても自分で笑っちゃったけど、まあ、毎日ねとっても幸せだなと。寝るときに、しばらく前はですね、しばらく前っていうと、だいぶ前ではないんだけどね、ちょい前は、娘と気絶するんだってこの寝方っていうくらいね、もういつ寝たか覚えてない、ああ起きなきゃみたいな感じで過ごしていた。特に去年とかひどかったですね。ひどかった。だけど今年に関しては、まあ、ちゃんと寝てるな、あ、いや今から寝ようかなみたいな感じでね過ごせているので、それはすごくありがたいなと思っておりますね。まあ、全てがさ当たり前じゃないことばかりだからね、毎日過ごしていると。本当ね、今日もこうやって息をして、でそれを歌声に変えて、しかも皆さんに受け止めてもらえて、また誰かの役に立つ機会をもらえてっていうことが本当にね嬉しい、ありがとうっていう気持ちでたくさんいっぱいです。なのでね、ぜひ皆さん、SNS にヨーコも歌ってるので、ぜひラジオだけでなくそっちも見ていただけたらなと思います。では今夜1曲目、皆さんに感謝をしてヨーコでキス&ハグお聴きください。切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you、 ずっとずっとそばにいよう。お聴きいただきました曲はヨーコでキス&ハグでした。この曲をね作った時、本当その時の私の最大限のラブソングと思ってね頑張って歌詞を考えたんですけど、最近本当ねいろんな形で、ああこの曲ってこういうことも結びつくなとかね、過去の自分褒めてあげたいことも多々ありましてね、ちょっともう一曲お聴きいただきたい曲があります。ヨーコで Beautiful Days という曲なんですけど、私的にはねこう声を高らかにみんなで平和を願おうよっていう思いで作ったのは初めてでしたね。なのでなんていうのかな、こう自分がどん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 歌っていることを認めてもらって、 ありがとう、じゃあ一緒にもっともっと楽しく音時間発信しようよっていう、やっぱりさ一つのことを突き進めるときって震われるっていう言葉がありますよね。それを私はやっぱり痛感してたんですね。で最近はもう家族が一丸となってくださりね、まあ両親初めですよ。なのでね、しかもほら私は結婚しているから、相手のそう旦那さんのね家族も、まあ私の家族ですけど、みん
なね力いっぱい応援してください。一緒に楽しんでくれるっていうのがね当たり前じゃないのを誰よりも分かってるからこそ本当幸せだなって、もう歌い続けて返すしかないんだけどなって思ってね。なのでこの曲最近リクエストいただいたりライブでも歌うことがちょっとずつ増えてきました。ぜひ歌おうなと一緒にいつでもなと何があってもそうなとは心の鐘を鳴らそうとかね、こうやってね言葉実は変わらないんですよ。まあ愛の手ちょっと上級編ですけれどもぜひ覚えていただきたい。ではようこでビューティフルデイズ。聞こえてくる確かな声、イメージで作られては壊されてしまう世界に、正しいことは何、答えはどこにあるの、どれだけ叫んでも届かないなら、わからないなら変わらないなら、全てではない空を見上げて心を強く悲しみさえ力に変えて紡ぎ合おう私たちの新しい日々。お聴きいただきました曲は陽子で Beautiful Days でした。今ね早いもので7月4日わお7月はねうちのまあ石井家の石塚博之家はもう誕生日終わってるんですけど、今年は2月3月4月にばらけてもうね5月以降あ違う2月4月5月ごめん2月4月5月にばらけちゃったんで6月以降ねうちは誕生日ケーキは食べれない家なんですけれども笑っちゃった。もう7月になったらね他の家族がねまたここにいっぱい重なってるわけよ、うちの家族だから8月以降また誕生日ケーキが食べれないっていうね。うん、だけどまあそれもねいいよね。なんだろうねこう家族がいっぱいいるエピソードっていいよね。しかもさ私はねみんなで一緒にお祝いしたい派なの。私だけね、例えばね一泊温泉旅行に行きましょうと、ママ一人で行ってきていいよって言ったらそこで2万円使ったとしたらさ、2万円あったらさもう家族のバーベキューもできるし、まあ、カラオケとかも行けちゃうのかな、温泉だって行けちゃうしって思ったら、そのお金の使い方はみんなでしようよっていう派なのね。なんだろうなこうごちそうを食べてあ
幸せだねっていうのも非日常で嬉しいけど、今の私はねどうしても旦那さんと子供たちと離れたくないなと。だけどね、そんな私がよ、今月はね母の誕生日、お母さんたちの誕生日だったりしてね、で、まあ、女子会みたいな感じでね誘ってもらってね、それはそれでなんか、あ、お母さんたちの会だから今の37になった陽子にとってはすっげえ特別だなとね。ほら女子会って言ったら友達イコールみたいな感じだったけど、お母さんたちの誕生日会をね、おばちゃん含めね、節目のお誕生日だからちょっと女子会しましょうっていう話になって、家族みんな、いいな、いってらっしゃい、楽しんでねって送り出してくれるっていうこの月、それはそれでめっちゃ嬉しいなと思いますね。やっぱりさ、年齢を重ねるって幸せなことだし、そして皆さんがね毎日頑張っているからこその特別な記念日なんだっていうのを、私はついつい特別な記念日に歌うっていうことだから、もう特別が毎日な感じだからね、うん、だからね、こう、あ、そうだよそうだよ、この気持ちを忘れたらいけない、歌詞が書けなくなるぞと思ってね、もっとそれはね、母とかおばちゃんに感謝やなと思っているんですけれども、あなたがね、あなたらしく大事な人とハッピーで輝いていますようにという思いを込めて作った楽曲あります。今もねそういう楽曲作ってるんですけれども、ちょっと今夜はねお届けしたい曲はこちら、ヨーゴでラブレターズ、お聴きください。幸せのピース、今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続けてく明日へ、
聴きいただきました曲は陽子でラブレターズでした。まあね、ライブがあるとさ、私の曲、ああこんな曲こうやって盛り上がってますっていい曲だなーとかしみじみ思うんですけど、この間6月29日にサスポースナイパーズとのね対バンがありましたが、まあ久々王ちゃんのピアノ で初めてのベースドラムの、ベーサー望むドラマコーセイ、そしてギター石でね5人でお届けしたんですけれども、陽子バンドの形態としては王ちゃんが入ったバージョン初めてだったんですね。でしかも本番までに1回しかリハがなかったんだけど、リハの時から完璧でしたよね、石井さんね。まあ、石井さんここにいるから石井さんねとか言って喋らせないっていう鬼嫁でございますけれど、まあでもね、やっぱりみんながそれまでに私に対して、そして私を通してお客様の笑顔を感じて準備してくださってたからこその本番だったのでね、はあ幸せやなと、やっぱプロフェッショナルってこうだなって思うと、自分をね今一度律さないとなと思いました。で、まあ、次の日ね、車で移動しながらね、石井ファミリー反省会してたんですけど、いやなんかさって、私こんな子なもんですよねって石井さんに言って、そしたら石井さんが、いやそれ深く考えすぎと、ああまあまだね私にも成長したいっていう気持ちがあるんだなと、ちょっと自分は自分で安心した、そんな、ね、2日間を過ごせたんですけれども、鹿児島って黒牛が一番って知ってました？まあ、よくね、あのいろんなそういう農産物とかね、あの家畜だったりとか、こういろいろ詳しい方はね、お茶も豚も鶏も牛も本当は鹿児島が一番なんだよねと、だけどそこから、まあ、ちっちゃいうちにね輸出ではないけど、まあ出て行ってしまって鹿児島を離れて、で他の県で育ったから他の県が一番になってたりするけどっていう話をね聞くと、あよかった、鹿児島のことをご存知の方多いんだなと思って安心するんですけれども、この間ね、サウスポースナイパーズさんのスポンサーもなさっている方のご縁で、薩摩仙台市の方の黒牛農家さんにね伺ったんですけれども、まあ道中もね美味しい焼肉をいただくっていうお話もあったので、まあ、私たち本当大事な命いただいちゃうんですけどねって、美味しくいただいちゃうんだけど、私は今日満という4万畳の SNS もねご一緒させていただいたりとか、まあそれまでもねいろんな方とやっぱり食べ物や生き物をね育てて、私たちの食卓に並ぶ、まあ、私たちがねエネルギーとなるね、まあ、そういうなんていうの、ご縁をつないでくださるお仕事の方々とねご一緒することが多々よくはあるのでね、まあ私が歌うとき、本当なんて言ったらいいのかな、こう目に見えない形の私たち人間の命もそうだし、そして私たちのために生きてくださった命にもね感謝しながらね、私最近本当歌ってるんですよね。まあお経をあげてる気持ちと一緒かな、お祈りを捧げてる気持ちとも一緒だよね。なのでまあ宗教にするとこうしましょうああしましょうなんだけど、陽子は歌い手なので歌ってる時間でね祈ってる、歌ってる時間だけは自分なので、お母さんでもなく娘でも孫でもなく、そして女性でもなくね、陽子っていう体を借りて歌ってる魂の一つだなと思ってね、本当無所属無派閥な宗教ではありますが、陽子教みたいな感じでね歌を届けておりますが、まあ、それがね家族と一緒にできるって嬉しいなと思って、まあ、活動しておりましてね、まあ、今日もね今夜実はこの収録の後すんげーハピハピなね、すっげー楽しい、試食会が待ってます。なのでぜひあの SNS よかったらにちまんと打っていただいて、インスタとかにちまんドットうなぎ、その SNS の管理もヨコがねあのしてます、させていただいてるので、ヨコだけの問題ではないんですけれども、でもめっちゃくちゃアートホームな素敵なね会社の方がねうなぎを育ててみんなの食卓にってね運んでらっしゃるのでね、そこも見てほしいし、そしてヨコもね、不仲説が流れてるのか流れてないのか知らないけど、まあ面白半分にね、旦那さんとのイチャイチャしてるのかな、あれは、まあ、どうでもいいようなね動画をねアップしてみたりしてますが、
もう最近はね、のんちゃんの歌声が世界を救いまくってますのでね、ぜひのんちゃんののんちゃんドットはいらなかったかな、のんちゃん VSM でね出てきます。カノンのねインスタも見ていただけたら、そしてもちろんシノンもね石井スタイルはじめめちゃくちゃ頑張ってますので、ジャンケンガールズとしてもね活動しておりましてね、一緒にジャンケンマンと一緒にパリオリンピックに行きたいんだって言ってね、グッズも販売したりしてます。ぜひコメントください、ご支援いただけたら嬉しいです、お願いします。ではでは、今夜最後の曲、お聴きいただきたいです。ヨーコでサイお聴きください。皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。このサイというのはね、仮タイトルお盆ってつけたくらいの曲でしたが、もうこの曲がね似合う季節になってきました。7月15、16は天文館の近くにある大きな神社、鹿児島で一番大きいのかな、でもとても有名なね照国神社の6月堂がありますし、そこからまあすぐ歩いてくるとセンテラス天文館、私がストリートライブをしていますそのね商業施設につながってます。でそこの間をね今年の夏も灯籠が飾ってます。このねサイを聞くと私もあこの夏の風物詩を思い浮かべながら、皆さんのお部屋を願いながら作ったんだよなってしみじみ思ってね、もう最近歌っておりますけれども、とにかく皆さんが花火大会でイチャイチャするもよし、そうめん流し、沖縄あるの？そうめん流しも楽しいよねとかね、バーベキューするもよし、あスコールみたいなね夏特有の雨、
島特有だったけども今夏特有になっちゃいましたよね。鹿児島なんかもすんごいですよ、通り雨なんで、それが降った瞬間にあ濡れたねあははって笑うあの一瞬も楽しいしね、まあ、とにかく皆さんが引き続き2024年自分たちらしくハッピーでありますようにという思いを込めてよくは歌い続けます。この後もひふみずバーです。ひふみさん今夜もハピハピ音時間よろしくお願いいたします。ではでは1週間皆さんめちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。よこもよこたちもハッピーに過ごします。では来週まで、せーのバイバイハッピー。